はい、次ですが、次はですね、神奈川県のラビンキャットから来てますけど、私はとあるアマチュア劇団の団員として活動しています、うん、今年劇団が2チームに分かれ、うん、私はチーム A の座長になりました。座長、稽古日や稽古内容など同じチームの演出家やメンバーと決めなければいけないのですが、うん、私は計画性が全くと言っていいほどありません、うん、また積極的というわけではなく、リーダー的立場になったら基本一人で突っ走り気味になってしまい、何よりみんなを引っ張る立場というリーダー的ポジションがすごく苦手です、うん、どうしたらメンバーと稽古日や稽古内容などの計画をうまく立てられますか。また皆さんはそのような立場になった経験はありますか。何かアドバイスをくださいってことですね。なるほど。あのね、これってやっぱりリーダーなると、もう俺バスケットですよね、うん、だからそのバスケットっていうのはフォーメーションがあるんですよ、うん、1から4とか5とか攻撃の仕方とか、そうそう、攻撃の仕方、守りのやり方とかね、そこから指示を出してこう、うんうん、まあ、サイン出す、野球もそうじゃない、ブロックサインみたいな、そう、みんなそうです、それを考えるんですけど、うん、それがね、俺好きだったの、そういうの考えるのが、うんうん、ゲームをこうやったらこう動くだろうなみたいな、うんうん、でその通りうまくいくことはほぼないんだけど、うんうん、ある程度それがうまくいった時には結構ね、快感にもなるわけですけど、うんうん、だそうやって思うといいんじゃないかな。なんか大変と思っちゃダメなんだよね、こういうことっていうのはさ。やっぱり座長になるとなんか傾向ないようなどなんかこう決めなきゃいけないとかさ、なんていうの自分でプレッシャーを感じちゃうと思うんだけど、うん、だって好きでやってることでしょこれ、ね、劇団って。だから好きなことだから、うん、だから自分の好きなようにやっちゃえばいいわけじゃん。まあいいんじゃない、ね、だからあまり こだわらずにですね。あとはさ、うん、まあ、座長が監督演出になってるわけではないんだから、そうそうそう、何日までに大体のことが仕上がるようにするためにはどうしたらいいかって逆算していけば、うん、今は遊んでる時じゃないなってのは分かるしさ。だからね、好きなことをやってるわけで、アマチュアでしょ、うん、だ好きなことをやってるんだったら、ね、好きなようにやっていいんですよ。いいんじゃないですか。それはね、あまり悩まなくていいと思いますよ。あなたは何と言っても座長なんですから。そうそうそう、座長それもだって選ばれたわけでしょ。そうだよ、だからね、みんなついてきますよ。ついてきますよ。だからこの人に任せておけばいいなと思ってやってるわけですから、うん、ついてこないやつはほっときなさい。それでいいんですよ。それでいいんです、うん、だって、うん、好きで、ね、好きなことをやってるわけですからね。 そうです。そこで、まあ、他にも仕事を持ってるんでしょうけども、まあ、そういう意味ではね、あまり気にせずあなたの好きなようにやった方がいいと思いますよ。いいと思います、はい。